はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは、デッドライジング3の DLC の追加ストーリー、アントールドストーリーズオブロスパーディドスのエピソード1続きをやっていきます。大統領を追跡せよっていうのが今のメインミッションだけど、ちょっと誰々を探せってのが3件ほどあるから、ちょっとそっちを行ってみるかな。あ、待って、戦車がなんかあったっけ。その前にサンシャインは多分死ぬまでついてくるのかな、これは。あ、そこにアルマジロだっけ、これ。これ乗ろう。サンシャインカモン。オッケー、行くぞ。開けて。そうだね。誰が一番近いか今。目的地がこっちで、ここに誰かいるから、あ、てか多分ゾンビになってるか生きてるかだけど、行ってみるかな。お、ちょっと、いきなりなんじゃ。ほらほら。ん？あ、そっか、武器とか変えれるセーフゾーンは、この追加 DLC の使用上、違法者がいるから全員殺すみたいな感じだけど、車の変更ができるセーフゾーンは使えるから、車は別に乗れると。とりあえずアルマジロでそこに行こう。よし、行くぞサンシャイン。違う、今はこんだけ物を持ってると、このいろいろ合成しまくったこの回復薬は貴重そうだから持っとくとして。あれ、悲しい結末がある、そこ。ちょっと待てよ、戦車を中に入れようか。サンシャインカモン。さあサンシャイン、後ろ乗った。ここ入れるか、これで。入れない、くっそ、入れないか。じゃあちょっとあそこの上の乗り方ちょっとまた今度検証しよう。どうやったらこんなとこに死体が乗るんだ。あれ、生存してんじゃないの。あ、ダメっぽい。あ、ダメっぽい。倒そう。ドクタグ、いただこう。ってこれ、首が転がってる。これ、とりあえず行こう。なんかすんげえチャイナ風な建物なの、ここ。やめろ。属性ポイント今あったかな？ないか。よし、サンシャイン、行くぞ。次一番近いところは、こっちのエリアに行くべきか。OK。乗り物乗ってる間は、どんなにゾンビを倒しても、1匹につき、2PP しかたまんないけど、これもコツコツやれば溜まってる方なのかな、結構。あれゾンビくっついてた。こっちを行きたいな、ちょっと。このトラックが邪魔くせえな。よいしょ。あ、んで、あれ？ここ前にあれ？攻略しなかったっけ、ここのセーフゾーン。なんか死んだ後でセーブされてないのかな。なら、ん？あれ？されてる？それ、あれ？されてるのか、これは。まあいいや。
て。サジャイン。乗ったか？よし。うお、爆発。うお、爆発。あ、なんかハッキングできるものがある。こいつらちょっと倒して。あ、オーバーヒートした。よし。ピッピが欲しい。オッケー。なんかそこにあるな。あ、これか。オッケー。サンシャインもなかなかやるな。やめて。さすがだサンシャイン。さあ行こう。あ、待って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 、なんか改造できそうな車が2台並んでる。設計図がない。ならダメだ。乗れ。ここのここの花火っぽいところを通んないといけない。爆発が始まる。うお。そこに近く、もうそろそろ降りていくか。ここにレシピがあるな。あ、これ車のセーフゾーンか。上か。多分メインストーリーのワールドとかと同じように配置されているアイテムとかは同じで、入手したアイテムだとかレベルとかもそのまま引き継がれる。そうなのかな。ここの上にあるんだよな。ちょっと取っちゃいたいな。隣の建物の上から行けるな。入り口が見当たらない。あ、ここ登れた。あ、ここに設計図1個。エレクトリックスタッフ。バッテリーと信号機っぽいな。オッケー。これと、あ、これとこれで合体だ。オッケー。わ、すっごい。これもなんかなかなかのドンキができたな。向こうにあったやつはじゃあね、ほっとこう。うん、うわ、あ、殴るとかじゃないんだこれ。バリバリってなるんだ。で、弾の弾数制限もある。通るぜ、やめて。レベルが上がった。サンシャイン大丈夫か？いや、やめて。ほら。車だぞ、車。もちろん、もちろん、もちろん DLC で。スラッシャー。サンシャインに当ててなんか食い物あげないと。あ、待って待って待って。ハッキングできるものがあった。オッケー。やめろ。
で、属性ポイントが来たから、2ポイントが、2ポイントが、このメカニックとかなんか、アジリティとかってそんな増やさなくてもいい気がするんだよな。とりあえずアイテムリストをマックスに、いや今まだ余裕あるから射撃に振っとこう。よし。で、そこに、生きてるかな？痛い。事故った。あ、てかこれガソリンスタンドだ。降りて。ダメだな、死んでるな。てか今殺したのか。彼 KI です。ほら、でここにビタミン剤とかいろいろあるから取っといて。サンシャインお疲れ。一度で回復した。でもう一個回復アイテム持っとくかな。咳止め。じゃあ次もう一人な、名前がなぜか英語だから今ちょっと読みづらいっていうか分かんないんだよね。ロディ読めない、ちょっとこれは。あっちか。あ、てかなんか橋のところにいたはず。こっちだな。道を開けろ。どう？待って、こっちだ、こっち。そい。ほい。ほい。生きていくか？どうだ？ダメだ、こりゃ知ってる。こいつらをやっちゃおう。ちょっと降りて。よら。これもしかして弾出さなかったらしばらく使えんのかな。ドクタグ回収。ほら、強いな。一発残してやめて。あ、壊れた。ダメなものはダメだ。で、これ強い。これから結構使えるかも。やめて。ちゃんと弾増えて。あ、ごめんサンシャイン。強いわこれ。じゃあそろそろ行こう。大統領の追跡をせよ。ん？あれ？てかそうだ、前回あのなんだっけ、あのなんか豪華ななんかステージがある建物の前で終わんなかったっけ。セーブしてもやっぱああいうところだと時々元の拠点みたいなところ始まってしまうのか。ほら、あ、そこにハッキングできる何かがある。このまま入って、オッケー、ハッキング。で、さっさと行こう。
あ、ここにもある。いろんなとこにあるな、ハッキングできるもの。痛い痛い痛い。ちょっと降りよう。これ強い。 なかなかの強武器手に入れたと思うよ。あ、ごめんサンシャイン、ごめん。これサンシャインにダメージ判定あんのかな。いや、これあげる。いや、てか俺もなんか食う。よし、この超強力そうな回復薬は持っとこう。こいつ、もしかして今のアイテム自分にもダメージ食らってる。よし、行くぞ。うわー、め、相変わらずうじゃうじゃいるぜ。で、こっから先行けなかったっけか。ん？あ、違うな。あの、あ、さっき前回ステージがある建物がどうたらこうたら勘違いだ。こっちに行けばいいのか。なら後ろに戻って。オラオラ、あそこの予報者のセーフゾーンも前制圧したから。あ、痛い。こっちと、でここでスタントジャンプだ。これいけるでしょ、ジャンプ。よし、ほら、え、なんだ今の。なんか強そうな人たちがいたから逃げる。コリンスすぐ近くだわ。ちょっと降りてこう。あ、コリンス生きてんじゃね、これもしかして。コリンス生きてそう。生きてない。よし、ドクタクと AR をいただき。あ、やっぱ属性ポイント増やしたから増えてる本当に弾。さすがにあれは少なすぎるって思ってたけど増やせるんだ。ベーグル食っちゃおう。で、あいつら野蛮な奴らだな。やばい、ヒーハーとか言ってやがる。壊れた、これだ。どうした、え、いつスピーカー破壊した。いってこの野郎、くらえ。倒した、サンシャイン倒したんかい。よし、目的地行こう。ん？あれ？違う、乗れ。乗る、そう乗るんじゃない。あの。よし、こっち。あ、ラグビーの人たちもいた。いや、進まねえ。多すぎて。そこだな。とすると、ちょっと待って、いろいろダメージを受けてる。こっちか。痛い。こんなのメインストーリーであったっけ。あっちのあのセーフゾーンの建物から入れんのか。え、燃えてる、やばい、降りろ。
うわ、爆発した。いや違うな、やっぱこっちから、こっから入れるか。道を開けて、ここか。でこれ軍隊、軍じゃこれ。サンシャイン、よし。あ、これ敵だ。よし、うわ、なんだ。よし、あ、壊れた。とレシピがあるな。パーティーグローブ、なんかアイテム何も落ちてないけど。パーティーグローブ、パーティーグローブ、ボクシンググローブとおもちゃのロボット、ここにはなさそう。てかリボルバーがある、かっこいい。もう一つある、かっこいい。ん？合成？何を？あ、これか。こいつは合成しなくていいや。ちょっとひとまずベーグルはそのまま食おう。あ、なんかあるじゃん、ちゃんとこれ。よし、割ったスイカがある。ん？腐ったスイカ？じゃあ君にあげるわ。うまいか。よし、行こう。赤外線レーダーみたいのが、あ、うわ、ちょっと、なんか相手も兵器みたいの持ってんな、これ。リボルバー強いな、これ。痛い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 。壊れた。これエイムしづらいな、ほんとこれ。よし、そこにも軍隊いた。え、まずい。よし、これテニスコート。よし、上だな、これ。あ、超赤外線。で、こんなとこに限定版フランク。あ、栄養ドリンクあった。あれ、バレてない。けど、頭は一撃じゃないっていう、この謎がある。よし、よし、と栄養ドリンクをいただこう。大統領の声を排除しろ。痛い。ちょっと大丈夫かこれ。あ、まずい。サンシャイン。よし、隠れた。これ使おう、これ信号機。これ強いぞ結構。よし、オラ突撃。よし、痛い、この野郎。よし、これ強い、本当に。けど、結構やばい。やばい。これ飲もう。全回復。ちょっと早く起き上がって。ちょっと早く、どうした？なんで入ってんだ？まずい。自爆した。スナックがある。何？体力は回復するけど、ちょっといけないもんだった、あれ。ハム、これじゃない。ハムと
ソーダと俺炭酸嫌い。レタス。あそこにいるじゃん。ファイアインザホール。人参。どこ行った？いた。てか普通にめっちゃいる。痛い。うわさすが。うわちょっと。これもいらない。アサルトライフル拾おう。レタス食う。ちょっとここに隠れて栄養ドリンクがある。回復アイテムには困んないな多分。おお強いサンシャイン。あいつなかなか死ねないな。アサルトライフルまだある。この なんかさっきからこの起こってるこのズギューンっていうこのエフェクトはなんだ。待ってあいつ RPG 持ってる。まずい。 OK まだいる。上にいる。こいつをいただき。なんか爆弾飛んできた。爆弾じゃない、なんだあれ。 OK こいつか。このエージェントみたいなやつ。よし。アサルトライフルをいただき。ちょっとミネラルウォーターをいただき。大統領の声を排除。まだできてない。どこにいる？あれか。あれなのか。動いてないけど。動いた。え、あれ、何なんだあれ。どうした。ちょっと手当たり次第いろんなとこ行こう。サンシャインにこれ渡そう。サンシャイン強い味方だから。コーヒー合成はし、合成したらなんかタイヤ回復するけど吐きそうだからやめよう。ワイン酒だ。あ、大統領いる。でも抹殺なんだよね。ちょっと RPG じゃなくてアサルトライフルでいいや。ん？あれ結局生きたまま捕らえるの？よし。お、マンションの部屋の鍵ゲットで、こいつをこいつ捨てて新しいアサルトライフル拾って、ここには何もない。じゃあちょっと大統領失礼しますね。あれ、ちょ、おなご。総司令官からの命令なんです。この人手なし。でも フランクはいただき。ん、あれニックがいたぞ一瞬。デューティーはです。あ、え、ゾンビにされてる。何があったし。フライトリ、え？
black box destroyed. Excellent work, Commander. Kane, we got a breach. Hostiles on site. なんだと、てか破壊してないブラックボックス。All orders except one. お、エピソード1これでクリア。合計 PP 792,242。あ、てかこの辺はメインストーリーも引き継いでるか。お、デッドライジング3、アントールドストーリーズ・オブ・ロス・パーティドス。はい、というわけでじゃあ、知られざるストーリー、まあ、アントールドストーリーか。知られざるストーリーのエピソード1を、クリアしたのかな？はい。クリアしたということで、じゃあ、アントールドシリーズは、アントールドストーリーズシリーズは、じゃあ次回、エピソード2をやっていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。